千葉県木更津市にあるポルシェエクスペリエンスセンター東京、こちらに来ています。今回 G-FORCE という新たなプログラムが用意されることになったということで、今日は体験に来ています。 G-FORCE、ポルシェエクスペリエンスセンター PEC にかけてプレシジョン、エクセレンス、コントロールというね、まあ掛け合わせなんですけど、そんなことが歌われています。正確で卓越した運転、コントロール性をちゃんと磨く、そういうプログラムですね。含まれているのは例えばスキッドプレートだったり、ドリフトサークルだったり、そういったね、今までもあった施設なんですが、今回特徴的なのはそれぞれにね、なんか目標というんですかね、これをクリアしましょうというチャレンジが設けられていることなんですよね。それを一個一個、ドライビングコーチの教えのもとクリアしていくことで、自分のドライビングのまさに PEC がね、上がっていく。その先にね、アクセラレートっていうね、以前私が体験してライドナウにも動画出してるプログラムありますけど、まあ、そこに行くためには実はね、それを経験して自分の運転をね、こう磨いて、まあ、最終的にそこに到達するような、まあ、その磨くための、ね、自分を磨くためのプログラム、今回設定されたということなんで、はい、これからね90分じっくりとこの992のカレラ S で試していきたいと思います。はい、じゃあまずはいくつかあるプログラムのうち、キックプレート、ここでレーンチェンジするんですが、 PSM オフです。なので、はい、盛大に滑る、さらに障害物も出てくるということで、前の車みんなくるんくるん回ってるんで、多分簡単じゃないんだろうなと思いながら行きます。はい、後ろで、ほら、あ、363 成功しました。すぐにできました。黙って待っていただけると。で、こちらですね、はい、突然ミューが変わる、はい、というか、まあそうですよね、突然すごい滑りやすい路面に、侵入してきちゃったっていうことですよね。そうですね、レーンチェンジしたと思ったら、はい、濡れてた、凍ってた、はい、みたいな。ですので、まあ、その時に、体から、はい、感じていただいて、きちっと車を修正していく、その刹那ごとのアクションですね、はい、が必要になります。はい、続いてはバックでの180度ターンということで、まあ、映画のワンシーンですね、これを再現するような形です。40キロぐらいまで加速して、まあ、一気に切り込んで逆向けて、できればすぐに走り出したい。人生で初めてやるんでどうなるか分かりませんが、やってみたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、いや、でも回りきっちゃってはいますけど、すごいできましたよね。一瞬で成功しましたので、ちょっとやっぱり切り始めが遅かったですね。ただ度合いをこれコントロールしていきたいと思います。はい、いいですか、このままいただいて。はい、どこに向かうか見えないで切っていくっていうのがすごい怖いってことだ。そうですよね。で、後ろのこう感覚というか、はい、何があるかを、映画だと多分こうやっていくんでしょうね。う多分ね、はい、それをしないでどこ見てればいいイメージですか。そうですね、まあ、私の場合はサイドのミラー見ながら、まっすぐ下がってる、はい、まあ、ルームミラー見ながら直進してる、で速度がいい頃に来たら、はい、一気に切ります。そうですね、一気でしたね。結構ね、ステアリングの切り込みスピードが速い方が、はい、はい、そうですね、はい、回答してくれますので、はい、で忘れずにブレーキ、ね、ブレーキで止めなきゃいけないですね。もうちょっと加速してもいいですね。そう、抵抗でも止まるんですけど、はい、やっぱブレーキ踏んでいただいた側は任意のところで止まりやすいっていうのがありますので、はい、はい、後ろは大丈夫そうですね。はい、はい、じゃあいいですか。はい、行ってみてください。はい、行きます、もう一回。はい、はい、ブレーキ、はい、ドライブ、まあ、そこドライブまで意識がかかる。肩ぐるっとやったら、はい、ありがとうございます。じゃあ最後、はい、後ろに回すって言って、はい、
人生初の経験にしてはいい。良かったです。すごい、はいはい、全然問題なくできてましたし。はい、次ドリフトサークルです。もう前に走ってる車見えますけども、今までもやったことあるんですが、今回3つのゲートが設けられました。その中を通ってねということで、ただドリフトできればいいんじゃなくて、そのラインというかね、ちゃんと見定めていってねということなんですが、まあ、ドリフトもできねえのになっていうような話なんで、相当難しいチャレンジになりそうですけど、まあ、なんか目標があった方がさらに上手くなるというふうに信じていきたいなというふうに思います。いつかぞ、はい、はい、じゃあ間に合うしますか。はい、はい、1ですかね、2ですかね、1で基本的にはカバーますか。はい、はい、というか、はい、恐ろしいですね。こんなにやる気でいってるのに行くんですね、はい、ブレーキ。そうですね。これね、反復トレーナーです。いやそうですね。これは成し遂げなければいけない気がしますね。はい。はい。360のターンでやってみたいな。一回ね、ブレーキに足が乗ってんですよ、また。
同軸上にいましたからね、車は。素晴らしい。あれ完璧です。ちゃんと撮れてますよね。完璧でしたよ。本当ですね。素晴らしい。また。いや、さすがです。最後に決められたら嬉しい。ありがとうございます。はい、いろいろプログラム試してきましたというか体験してきました。で、まあ最後締めくくりなんで久しぶりのコース走っていこうかなと思ってます。最近ではこのゲートが用意されて、まあラインがよく分かりやすくなったというんでしょうかね。どこ走ればいいかはなかなか分かりにくいと思うんで、そこが分かりやすくなったというのが特徴ですが、だからといって簡単になったわけではないと。今までの練習を、練習というかね、トレーニングを積み重ねた先で、まあ、なんか反映させるような走りができたらいいなと。別にペースが速いという意味じゃないですけど、綺麗に走って帰りたいなというふうに思います。じゃあ行きますね。はい、はい、スポーツプラスとかだとまた、はい、そのイヤーステアの整理も変わるんですか、ね、そこはね、車速だけだと。車速だけだと。エクスペリエンスセンター東京に来ています。2021年10月に開業してもうすぐ3年、まあ、2年半というところなんですが、今回設定された G-Force という新しいプログラム、これまで見ていただいたように、まあ、360度バックでのターン、もうねスタントのようなことをやったり、ドリフトサークルも間にねこうゲートが設けられていたりと、今までの施設を使いながらもっとねドライビングの質を高める、精度を上げていく、もう見ていただけたならば分かると思いますがね、360度ターンってあんなに難しいんだとか、ドリフトも
ドリフトするだけでも難しいのにゲートくぐっていくと難しいし運転の質上がんなっていうのをすごい実感しました。このプログラム毎日ではないんですけども定期的に実施してます。もうすでに始まってますので運転の質を上げたい高めたいそしてさらにその先にあるファンを感じたいという人はぜひね参加してみたらいいんじゃないかなと思います。勉強じゃないですよこれ。勉強になるんだけどその先にファンがある。僕ずっと笑顔だったとずっと饒舌に喋ってたと思うんで、はい、価格もねこの90分考えたら安いと思いますんでぜひ皆さんもどうぞ。